皆さんもこんにちは。いや、やばいでしょ。新型の、ね、コロナウイルス超流行ってますけど、マグナムはもうついに引っかかったかと思って今医者行ってきました。そしたら見てください、これです、ただの風邪。いや、実はね、ちょっと前にね、小倉さんと大量にね、ちょっと鳥の卵を食う機会があって、多分俺それが原因になったと思うんだよね。多分ね、ただの風邪じゃなくて、これ鳥インフルエンザ多分。いや、苦しい、頭痛い。そのシーンがこちらです、どうぞ。まごちゃん、おー、もう腹減ったでしょ、小倉さん。今ね、川見たらもう濁流、だからもう今日はこれあったかいのはいいんだけど、今 18.5 度もあるよ、春だよ、もう春よ、遠い春よ、涙、はい、突っ込んで、もう止めてやんけ、もうね、釣りは諦めた今日そうだよ、何食う、もう腹減ったでしょ、もう2時だよ、もう腹減った、2時半、何食う。あ、そういえば、うん、ここの近くに、うん、なんか前テレビやったんだけど、うん、卵かけご飯、うん、食い放題の店ある、行ってみる。俺の大好物じゃない。え、好きなの。なんかね、あれ何だっけ、そこに鶏いっぱい買うてて、うん、そっから産みたての卵を取ってきて、うん、その新鮮な卵でご飯食べ放題なんて。え、卵がもうあれじゃん、通風にも最高じゃん、卵いっぱい食うの。通風にも最高でしょ。最高だね。だから行こうよ、それ行くか。卵かけご飯コックだったから、うん、それ一回行ってみようよ。オッケー、じゃあちょっと後ほどその店屋で行ってきます。お願いします。やばいよね、これでしょ、当然。それがいいな。そぼろ丼おかわりとかあるよ、こっちにしな。何それ。卵はおかわり自由。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ちょっと、これこれ、どういうこと、どういうこと、これ。やばいじゃん、いいよ、これ今から、これ、これ食べますよ。うわぁ、もうこうしたこんなもん、卵かけご飯食べ放題なんてやばくない、食べ放題だよ、すごい。めっちゃうまそうだな。システムどうなってる、システム。はい、はい、お用意するのがお用意するのが、これじゃあ1万個食う、すごいね。お、今日は5万個、ご飯も、はい、食べ放題、ご飯も味噌汁、500円だよ。赤字ですよね、 赤字でしょ。そうですね。いや、俺今度相撲取りに住んでくわ。来ましたよ、もう。いますいます、そのとき来た。あ、まだ来るんだ、やばくない、これ。へぇー、毎日来るよ、俺。本当だよね、すごい。これこれ、こういうくらい払いました。はい、お待たせしました。ありがとうございます。お代わりするとき、うちはこちらお持ちください。はい、なんか書いてある、ちょっとこれ取ってみよう。うまい、うまい、卵がご飯食べる。ご飯の上に醤油をすまにかける、少し混ぜてご飯、卵が入ってる、ご飯の上に、なるほど。そしてこれが卵ですよ、新鮮エッグですよ。やばくない、え、やばい、おじさん新鮮だ、ピヨ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 言ってる、言ってんだ、え、言ってんだ、おじさん。よし、やばい、プレゼントよかった、行ってみよう。これ、これ、
まず1個目はちょっと待ってよ。ゼロ、うまい。タモなくなったんで。そうですね、やめなさいよ。ちょっと説明してあげてください。これ、から見たら分かるでしょ、皆さん。皆さん、これ、から見てください。24個食ったのに、24個食べたのに、実は、あの、録画ボタン押してなくて、もう一回一からやり直しです。今、おかわり。おなさん、やめてくださいよ。またあれ一からやるの。25個目だよ、これ。あれ、また取ってないの。いや、これ25個目、これ。いきますよ。やめろよ、それは。分かった、そういうの。でも、誰も見たくないから、そういうの。え、2つやってんの。もう無理だよ。俺の体が今、卵はやめてくれって言ってるよ。おかわりしちゃったんだよ。ちょっと動かしたら1000円だよ。いいよ、1000円あげるよ。1000円払って帰る。マジか、俺のアルポテーノちんどいよ。ひどいよ。最高だね。26個目だよ、もう俺食えねえよ、絶対もう。そこはもっとちょっとずっと食べてくんだろ。無理食べます。うまい、マジうまい。そぼろ丼超うまい。これみんな食うしかないね。もうこの缶、これ見てこれ。26個食ったからね。うまいとおる。もう限界そうだ。何リッターも持てるんですか俺に。なんであれ取ってねえんだよ。でまだいけでしょ、俺さん。全然。もう限界？そう。27個目。こんな卵って買わないもんねじゃん。食べ過ぎじゃないですか。もう5年後食べようよ。今海苔出たかな。海苔うまい。ちょっと飲み物だ。顔が動く。完食。取ってあげますよ。どうぞ、おさん。今日初。これ見て、飲み物。ごっくりいくよ、これ。もう、おさんでもまだ5、6個じゃん。そうだ。俺26だよ。やばいでしょ。5、6個って全然大丈夫ですよ、腹の中。うまい。まあ、美味しいとこにいるし、うん、俺もあれだから限界してる。マグナさんどんな感じなの。いやもう
それ。もうね、ジジイになってるから気管が細くなってるから無理。いや皆さんおやすみなさい。よし帰ろう。おい死んでんじゃないっすか。小村さん、ちょっとこのシーンどっかで見たことないっすか。ね、いやマジで調子乗りすぎた。あれ27個食べたじゃん卵。そっからもうめっちゃ苦しくなっちゃったもう多分俺の腹の中卵しかない。やばいね、たっぽんたっぽんだね。でもこれね、人生の中で一番苦しいかもな。だから皆さんもあんまり卵好きな人もバンドエイジみたいに7個まではいいけど27個はねやりすぎですよ。でさっきもう苦しくて寝てたの。こうやってだから夢見たらあれ超でかいニワトリが俺追いかけてんの。私の子供食べるな食べるなみたいな。でも最後もう足からガーッ食えてニワトリのあの口のところに俺の顔だけポコンとあって俺の卵みたいな。はい、というわけですね、今日もね、始めましたね。もうね、俺さん苦しいからちょっと寝てから帰らなきゃな。あったかいしね。で皆さん、またよろしくお願いします。おやすみなさい。こんなことだよ、おさん。あの、君みたいな服に着替えて買いに行くの。ちょっと、あの、変装して君、違う人だ。あんだけ食ったから、あんだけ食っちゃったからさ。やめてください、ほんと、苦しいから、ほんまに。よし、ちょっとソフトクリーム行きますよ、ソフトクリーム。いや、俺ちょっと行ける行ける多分ゲリないもうなってるでしょうよ。そうだね。でお願いします。苦しい。皆さん本当にね卵ねやばいよ。久々やばいよ。やばい、超苦しい。いや食べ過ぎだ、これ食べ過ぎだ。いや目回ってきた卵って。山田さんよろしくお願いします。おやすみなさい。うわあ、小村さんもう無理だって言ってないでしょよ。ね、その君みたいな。見て。卵ソフト。え？卵ソフト。もう無理俺。卵5年食わないって言ったでしょ。これ。卵っぽいもんね。ここ来たら卵ソフトだよね。いや、釣りなんで食レポみたいなの言ったけど大丈夫。どう食べてみてちょっと。何の味？卵味。そんなのあるの？うまい。どうぞ。マジで、うん、ちょっと一回食べます。これ卵かけご飯の後はこれだね。てかこれ醤油垂らすのがいいね。うん、うまいな。醤油垂らす卵だよね。うまい。絶対これ腹壊すよ。本当？うん。そんなことない。うん。おいしい。うん、似合うね、小野さん。これ二口でいった方がいい。二口で。今日気温がね高いから早めに。二口でいった方がいい。二口で。溶けてきたよ。なんか機械みたいになってるよ。ペコちゃん、ペコちゃんみたいになってるよ、小野さん。ぴょこちゃんに見えてきた。え、ぴょこちゃんですか。ねえ、49歳のおっさんがやんやくんが。マジでうまい、うん、ここね、ここ来た方がいい、マジで、うん、また YouTube でここいっぱいになっちゃうね。うん、もうすいませんね、本当に俺らのせいで。もう来ちゃってください。おやすみなさい。やばいよね、もうあれね。死んでたでしょ、こうやってこうなったでしょ。いやもうね、ほんまにね、辛い。
これインフルエンザじゃないの多分、まあ、きついんだけど新型だとどうしようかな、入院するしかねえ。でも10年ぶりぐらいかな、このこんなしんどいの、頭痛と咳と節々痛いの。じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。おやすみなさい。お、一匹食べたのに気づいたらまた来た。俺も食わせ、おめえだけ食うんじゃねえみたいな感じで、ほらほら食え食え。泳ぎがすごいんだよね、すっぽんと。これ頑張れ頑張れ頑張れ。